「M ステ」以外音楽番組とかって出られたことないんですか？ないです。初めてだと思います。ここがっすか？はい。なんで来てくれたんですか？しがらみですか？しがらみしがらみのせいで嘘です。だとしたら俺は誰かとコンコンと話をしないといけないですけど、すこれはいやいや、もうお世話になったんで、はい、楽しいお話ができるかなと思って。お好きなんですよ。はい、そうなんです。休憩の時とかによく、はい、自分でこれも今弾いていただいてますけど、はい、自分で豆弾いて、はい、自分で入れて、はい、またギターのとこ戻って、はい、飲んで、はい、冷めたら、はい、また弾きに行って、はい、入れて、はい、冷めたらまた入れて感じです。いつもちょっとグッズとかでも一緒に作らせていただいてるサザコーヒーさんから、はい、購入させていただいて、はい、それをちょっと今日はちょっと、じゃあいいですか、はい、いただいて。そんなもうこんなね、はい、僕入れ方とか全然普通に入れてるだけなんで、はい、なんかこう怖いですね、こうやって取られるなんて。そうですね、はい、何が怖いですか？いや、なんかその、はい、しかるべき方に見られたら、もしかしたら、はい、ちょっと違うっていうのを。おい TK、 本当にコーヒー好きなのか、はいはい、なのでちょっとそういう目では見ないでいただきたいです。いや、僕ブラックコーヒーも飲まないですし、はい、あの多分せっかちなのか、はい、もう早く飲みたいとか早く食べたいんで、はい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 、この時間が俺多分家で絶対無理なんですよ。あ、無理ですか？入れて、はい、だって待つわけでしょ、こうやってお家でも。待ちますよ。待ってる時って何してるんですか？はい、いや、コーヒー入れてるんですよ。わかるじゃないですか。俺怒られてますか今。いや、なんかでも、はい、結構曲作ってると、はい、ずっとこうギター弾いて、はい、まあ、ちょっとこうパソコン上に録音して、はい、そのいろいろ音を並べて、うん、こう調整する作業があるんですけど、はい、ずっとその行き来になっちゃうんですよ。弾いてなんかちょっとやって、うんうんうん、なんかドラム打ち込んでみたりとか、はい、なので、はい、で僕の性格上、はい、ここまでやったら休憩しようみたいな感じなんですよ。はい、例えば A メロができたらとか、はい、なんとなくその1分半ぐらいのデモができたらってなってると、はい、ずっとそれが終わらないんで、うん、結構休憩まで時間経っちゃうんですよね、はい、でその、まあ、強制的にコーヒー入れるキッチンの方行って、はい、スタジオから。なのでちょっとこのぐらいの時間がないと、これがパッて終わっちゃうと、はい、またすぐ終わっちゃうんで、このぐらいの時間でちょうどいいんですよね。あ、すいません。あ、いいえ。これ乾杯とかってするんですか？乾杯コーヒーでしますっけ？いや、僕全然わかんないです、はい、そんなにコーヒー飲まないんで。しましょうか一応。じゃあ、ようこそ。よろしくお願いします。徳川ブレンドって、はい、ちょっと深めのコーヒーですね。お味はどうですか？美味しいです。美味しい。いただきます。はい、正直な感想でいいですか？はい、あの映ってることを意識した正直な。いただきます。あ、普段甘いの飲まれてるとちょっと苦いかもしれないですね。甘いクッキーとか、うん、とかだったらめちゃめちゃ美味しい。そうですね、さらに美味しいんだろうなと思います。はい、はい、あとアイスコーヒーも、はい、好きなんで、はい、スタジオが基本的にこう、部屋の中に部屋が浮いてる構造になってるんですよ。振動がいかないように。だいたい防音のスタジオってそうなってるんですけど、はい、なので結構その気密性が高いんで部屋自体も、はいはい、なので結構冬も、はい、暑いんですよ。うーん、だから一年中アイスコーヒー飲めたりしますね、スタジオでは。なんかそのスタジオの今日なんか写真とか撮ってきてくださってるんですか？はい、最新作の制作を行ったというプライベートスタジオは TK 自らがデザインを行い、細部にわたって彼のこだわりが詰め込まれている。どうやってこれ作ってんだろうって、まずシンプルな、うん、
その疑問、はいはいはい、この音楽、うん、どこからやってきてどういう作り方してんだろうっていうのは、うん、本当にこう改めて思って、うん、元々はでもその父親がフォーク好きだったんで、はい、そのかぐや姫とか、さだまさしさんとか、はい、っていう感じだったので、はい、あのその影響で松山千春さんとかも聴いてましたし、はい、カラオケでそういうの歌ってたりした流れで、はい、アコースティックギターが家にあったんで、はい、ここから弾くようになって、まあ、あれよあれよという前にバンドの方に来たんですけど、うん、割とその自分の音楽的なところを最初作ってくれたのはそのフォークだったり J-POP、テレビつけたら流れてる音楽をレンタル CD 屋に借りに行って、はい、でそれをずっと聴いて過ごしてたって感じですね。でも絶対その中でなんか劇的な瞬間とかなかったんですかね。多分その時々に劇的な瞬間だったりとか、いろんな出会いっていうのはもちろんあるんですけど、うん、でもなんか自分の中にずっと残ってるのはやっぱりこうポップでありたいっていう意識はすごくあって、うん、激しいギターだったりとか、うん、まあ、曲の構成がちょっと複雑だったりしても、うん、綺麗なメロディーとか、うん、人の耳に残るものとか、うん、違和感があるものっていう曲でありたいなっていう、うんうん、自分の音楽に対してはあるんで、はい、そこはすごくこう、まあ、意識もしているし、はい、意識しなくてももう自分の中になんかこうインプットされているものとしてありますね。うん、これもこだわりの、これがチークっていう木なんですけど、はい、の昔の家具とかによく使われている材で、うん、あんまり天井とかには使わないと思うんですけど、はい、どうしよう今木材を語ってる自分が怖くなってました。どうしましょう。怖いとは何がですか。怖いんです。なんかこんな自分が、はい、これをカメラの前で喋ってる自分が怖いってことですか、はい、これが放送されるんですよね。まるまる放送させてもらいます。コーヒーのところから全部です、はい。僕はもう今年で終わるかもしれない。いや、そんなに完璧になることないですよ。結構だからなんか今のお話も聞いて、うん、まあそれもだってまあ音楽のためのあるためのわけじゃないですか。そうですね。はい、音楽とあとやっぱりそのまあこれは音のためっていうよりもどちらかというと自分のその、まあ、創作意欲をかきたてるための一つというか、はい、まあ居心地がいい場所に行って。はいはい、まあ、集中できるようにっていう感じではあったりするので、うん、一応なんかその好きなものに囲まれていたいなっていう感じですね、うんうん、独自の世界観を突き進む TK。 過去にリリースした音源のジャケットも自らが撮影した写真を使用している。常にカメラを手にし、思い立った時に飛行機のチケットを取り旅立つ。今回特にお気に入りだというヨーロッパで撮影した写真を持ってきてくれた。うわっ、めっちゃ綺麗。これどこですか。これは、ベルギーだったかな確か。すごいっすね。なんか本当、はい、美術館に飾られてるとか、はい、誰かのジャケットになってるような。本当ですか。はい、嬉しいです。作品に、うん、結びつけられたらいいなっていうのはやっぱり頭の中のどっかにはずっとやっぱあるんですけど、はい、だから海外行っても基本的になんかオンのままというか、はい、そこの景色の中でどこを切り取りたいかとか、はい、なんかそういうことをずっと考えながら、はい、なんかこの前とかも1日に 2,30 キロぐらい歩いてて、なんか公共機関に乗ると結構すぐパッてどっかに行けちゃったりするんで、はいはい、乗る時もあるんですけど、はい、なんかずっと歩いててなんかないなないなって言いながら、はい、ものすごい歩いてるなって時もで、なんか戻れなくなっちゃった時とかもあります。僕一回ヒッチハイクしてるんですね、フィンランドで。フィンランドの方ってその白夜とかあるんで結構、はい、10時ぐらいまで明るい。10時かな、まあ、ちょっと時期によって違うんですけど、感覚ちょっとバカになる。感覚バカになってて、はい、そこの村に行くのが行く最終のバスが7時だったんですよ、はい、で7時に僕着いて、はい、全然もうギュンギュンに光ってるんで、う
で、まあ、写真撮ってたら、はい、やっぱり言っても9時ぐらいに様子ちょっとおかしくなってきてちょっとまずいなと思って、そうなんですよ、人もいなくなってきて、はい、もう真っ暗になってきちゃって、さすがにちょっとヒッチハイクするのはなって思って、はいはい、やっぱり恥ずかしいじゃないですか、日本人ですし日本人でも、でも言ってらんないですけど、はい、まあでもあります、羞恥心は、ね、はい、はい、恥ずかしいな、はい、だしこんな真っ暗なところで、はい、僕がその手挙げてたところでカメラも2個ぐらい持って手挙げてもちょっと止まんないだろうな、ちょっと怖いってなるかもしれないですね。そうなんですよ、途中まで結構我慢して、まあ歩いたら着くかなと思ってたんですけど、途中からあの獣注意みたいな標識が出始めてちょっとこれはデンジャーゾーン、そうなんですよ、ちょっとこれ危ないのかなと思って、結構身の危険は治安とは別の意味で感じ始めてで、なんかちょっと手あげようかなって、おい、なんかちょっとこういういや、分からないから暗い道だと、いや、本当僕も弱い人間だなって思いました、その時に自分の弱さを、そこでもまだ恥ずかしがってたんですか、はい、ちょっとこうなんかこういやいや、髪いじってるますよっていう予想って結構恥ずかしいんですよ、すぐそこまで獣迫ってるんですよ、はい、いや、そうなんですよ、獣とそのちょっと羞恥心、いやいや、羞恥心早く打ち向かせないでそれはそうなんです、どうしたんですか、ちょっとこうね、こうモジモジやってたんですよそしたら1台車が止まってくれて、はい、で、まあ、あの英語なんですけど、そのお前1時間前にも見たぞって言われて心配になっちゃった、お母さんが子供を向けて車で運転してて、その子供を迎えに行って1時間前に子供を迎えに行く時にもお前見たけど大丈夫かって言われて、でちょっと何々駅まで行きたいって言ったら、僕も全然そんな英語喋れないんですけど、ちょっとこう片言で喋ってその駅まで送ってもらって、間一髪すごい、僕はもうちょっとこれでヒッチハイクを人生初の、恥ずかしかったですよ、自分でもちょっと分かってるわけじゃないですか、うん、これ以上ここにいたら帰れなくなるかもしれないって言っても、うん、はい、やっぱ創作とか、はい、そういうもののやっぱ欲が勝つってことでしょ、多分 TK さんの中でなんか衝動に突き動かされてるんですかねなんかこうやっぱ夢中になっちゃうんですよね、写真撮ってると。凛としてしぐれの始まりとも関わりがある海外での経験とは。